おう。列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。ビックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやめてな。悪いのはシルダだ。しれっとしてろ。アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番魔航路。駅からは市街地の裏道を抜けて魔航路内に入っちまえばあとは1番と同じ。魔鋼だまりを目指す。ハグ、ドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。あ。出すか。お前らはここにいる。クラウド、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでも擁護するのか。いい迷惑だ、アバランチなんて。予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。魔航路を止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？なの？特にない。
あんたはどっしり構えてろ。チャ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 ンチャ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 ン。文句はないんだろ。隣に戻っとけ。ティファのそばにいてやれ。臨時 ID スキャニング中です。どうして臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらお願い。任せ。車両の隔離準備を移動。三人をこの車両は隔離されます。とにかく前の車両に。私は死んだ社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 処理者3名の隔離を確認。相当フェーズに行く。トルジア様の言う通りってか。仕方ない。あ、駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプランいいだな。先に行くぜ。ティファ。ティファ、行けるか？大丈夫。覚悟はいいか？ここで仕掛ける。行くよ。行くよ。
がとね。さっき飛び降りるとき。平気だ、軽かった。もう何それ。痛快、相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。ここからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅からまっとうに魔航路を目指すルート。今は予定から外れちまったが、抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。 E まで。ギリギリか。ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは
隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからだ。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらない。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。ね、は被害だと。それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。ん、はっ部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。目印はシンナの犬の絵だ。壁、気にしとけ。犬？中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に5番マコーロへの道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。来るなら来なさい。覚悟はいいか。待ってました。さあ行くよ。それ、うん、どうした。お、逃さない。下にかける。あ、行くよ。どけどけ。逃げても無駄。そうだ。そこ、先だぜ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。うん、気負いすぎるか。頼られちゃうな。ここで食い止める。ぶち込むぜ。こちら。
追い打ちだ。ここで仕掛ける。どうってことない。あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。あんたは下がれ。せめえだけ目立つこの黙りやがれ。悪くない。何だろう。気味悪いな。これモンスターの巣かな。ああ、プレートの中のモンスターは魔法の影響でヤバい。魔法のせい。ああ、シンナのせいだ。あ？あんたの世界は単純でいい。気に入ったか。ああ、やってやる。どこ悪いな。撃てろ。こっちか。一挙上がりってな。Come on!
て直す。俺の見せ場だ。そこ、うん、気合い入れてく。はあ、いや、まだまだ。キッ、どけどけどけ。それキッ、はい、そうだ、期待してるぜ。頑張れ。花の向き確認しろ。上手にかけてるね。ああ、息つかねえ感じがよく出てるぜ。見て、シンナも一応駆除してたみたい。やる気は虫以外。なんで俺たちが出たの。おい、適当に終わらせて帰るぞ。にあったやつらか。はい、隙をつく。行け。使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは部隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。なですが。おお、貴様はここの連中と一緒に
仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガの犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを忠犬だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。進んでも進んでも壁で壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員基地出すしかねえ。隠し通路か。プランイン、なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビッグスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重にっす。どういう意味だそれ。
われてない場所だよね。違ったか。先へ進めると思うな。関連しろ。やってやる。消えうせろ。進まない。
進むぞ。中堅スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。ん？離れろ。遊んでやれ。あ、
かってこい。頼んだ。おう、任しとけ。
見ろだ。行こう。ね、こっちだ。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハ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 ッ。さっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ5番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが5番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。
G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔航路の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡吹かせてやる。うん、うん。